2月20日火曜日の全国のお天気をお伝えします。本州付近に前線が停滞し、広い範囲で雨が降ります。また前線に湿った空気が流れ込み、局地的に強まったりするところもありそうです。空模様の変化にはお気をつけください。また北海道では雪アイコン採用されています。降るもの雨ではなく雪となるところもありそうです。また関東では午前中日差しが届いていても、夜からまた雨が降り出すところがありそうです。お帰りの時間に合わせて雨具をお持ちください。気温につきましては、北海道前日と比べて10度以上も気温が下がるところがあります。寒暖差に注意が必要です。一方でその他、東京では最高気温22度と春らしい気温となりそうです。各地しっかりと服装で体感温度の調節を行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースより確認してください。